はい、今回は、センター数学2021年の4番の3つ目の問題を説明します。2において、サイコロ、これはキーはね、8回やるね。8回。よしくらい外出だけ投げて、点 P0 にある石を点 P8 に増設することはできないだろうかと。で、星印で石を半時計回り、また時計回りに中央先の点に移動させると元の位置に戻ると。これこう、0から、P の15 と P の0が一緒あるわけですね。で、この星印に、注意すると、偶数の目が何回、奇数の目が何回出ればサイコロ投げ回数が P0 の石を点8に移動することができると。これは偶数が出たら左回り、時計回りな、時計回りにここ進むな、ここ。ここ進む、ここ進むねから1回、2回、3回な、3回、3回出たら同じとこへ行くということは、これ偶数が1回出たのな、偶数が1回で、奇数が、同じく、4回やったら元の位置に戻るとこ、これ1ってのはプラス5な、で、マイナス、4ってのはこれ、まあ、マイナス9に変じゃ、マイナス7か、な、マイナス7っていうのは こっちやな、だから1と5で投げる回数、こうは5回やな、5回で、P0にある石を点8に移動することができると。で、ここは、小さい。8回、5回、小さいということですね。はい、終わります。